こんにちは、渡辺かりんです。3月25日、開催する3月25日から開催する音質荒ぶる神のおはしますところ、渡辺かりん個展に向けて今作品を制作中です。今日はですね、今日はこんな感じにできています。昨日何かゴムの格子と大きな切れと何だか分からなかったかもしれませんけどね、これも分からないでしょうか。これ素材は桜姫ショーツの、肌に当たるところ、真のシルクですね。シルク正絹の豚、これなんかちょっとね、生めかしいというか生々しいというか、ちょっと何とも言えない感じ、表面になってきましたね。なんかこうすると変ですね、この上からあの顔が出てると、なんかとても不思議な、なんか変な感じがしますが、これあのシルクですので、触るとすごい気持ちいいんです。よいしょ。で、なぜ撫でてするとすごく気持ちいいんですよ。これがこの後どうなっていくんでしょうかね。あの楽しみにしてくださいね。ここはですね、あの最初に、あのお話ししたみたいに、うちの渡辺家のこの座敷和室はですね、主人のおばあちゃんが、93歳で、最後を迎えたところです。私が介護してて、ここで最後おばあちゃんの息引き取るのを、見取りまして、でその後、私の娘、2人の娘が、それぞれ、出産した時に、自宅出産した時に使ったお部屋なんです。ここにね、助産師さんに来て、ベテランの助産師さんに来てもらって、あの、産道を通って孫がこの世に生まれてきたっていうのを4人、お迎えしたお部屋です。そのお部屋で、助生器の、助生器音質って、膣っていう助生器に音っていう丁寧語をつけて、作った言葉なんですけどね、音質様の制作をするという、とても楽しい機会を恵まれましてやっております。出来上がりを楽しみ、なんかね、これ見ただけでもうなんかすごい生命力感じますよね。これ、なんか脳みそとか大腸とか、体内臓っぽい感じがしますね。生々しいというか生きてるような、なんかね、作るって楽しいですね。これからどんな感じになっていくか、またお楽しみに。それでは今日はこの辺で、じゃあまた、これまた YouTube にアップしますので、 YouTube でご覧の方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、またお会いしましょう。